クオさん、今回ポケベルの使い方にしましょうか。まあ、ポケベルの電,電波ってもう2019年に終了したのかなそう新規の受付は2013年にドコモが終了してって感じですかね。で、2019年にも電波自体がもう完全に終了みたいな。で、今いろいろちょっと見てみたんですけども、 あのー、まあ、単純にま、YouTube で、そのポケベルの、その記号を使ったなんかコンテンツを作ってる人もいたりとか、ポケベルのなんちゃらなんちゃらで結構コンテンツありましたんで、うーん。まあ、あの、なんだろうな。なんか、動画でいろんなことできるんじゃないですか。<laughs> 要はそのポケベルの機能じゃなくてポケベルこうだったよねっていう懐かしさを語るようなものだったりとかあとそのポケベルの機能を使ってクイズとかね暗号クイズとかなんかあの使い方を変えればあの見せ方を変えればあのいけますね、うん、そう、うん、まああのポケベルで調べていただくと結構動画出てきますんで うん、まあ、クイズは結構面白かったな。クイズはなかなか、確かにな、みたいな。クイズみたいなのできすぎるですよね、うん。今の若い子はポケベルの、その、あれに対して語呂とかわかんないわけですから、その、じゃあこれはど、どんなこと言ってるとか、これはどういう意味とかね。まあそういうのできるでしょうね。うんう。この書道家匠さんが3ヶ月前に11万回回してるんですけど、昭和に流行したポケベル暗号を書いてみたと。 で、これを綺麗に書いてますね。だからこの書道家なんで。そう。これ3ヶ月前にアップして11万回ですね。そう。ポ <laughs> ケベルの暗号を、でもやっぱ字が上手いですね、この人はね。うん。そう。素晴らしい。うん、まあ、使い方次第でしょうね。はい。使えないものでも、使えないものでも、 使えるようにしていくなんだろう。これ、リサイクルとかもそうですよね。今まで捨てられてたものを、じゃあ、また再利用できないかつって考えてね、また再利用してるやついっぱいあると思うんですけど。だから、その、要は、考え方次第で、いくらでも、不要なものを、えー、っと、必要なものに変えられるっていう、これは人間の知恵ですよね。うん。まあ、これが、まあ、稼げる人と稼げない人との一つの違いでもあると思いますけどね。いってらっしゃい。